忍者ガメが活躍するアクションゲーム TMNT リターンオブザシュレッダー、コナミのメガドラ参入第1弾となるこのゲーム、4人のカメ忍者にはそれぞれに特徴があるんだ。ダッシュ力に優れたラファエル、武器のリーチが長いドナテルロ、接近戦が得意なミケランジェロ、バランスの取れたレオナルド、2人同時プレイの時は違った性格のものを選んだ方が幅広い戦い方ができるぞ。スーファミ版でも出てるか、どこが違うんだ。うん、メガドラ版は全てオリジナルのストーリーになってるんだ。面が進むごとに難しくなっていく難易度設定もよくできてるし、とっつきやすいキャラクターものといったところだね。